すごいんでしょう。こんなに大勢の方が泳ぎに来ているなんて、屋内プールは人気なのですね。あれもソフィアさんの言っていたウォータースライダーでしょうか。後で試してみないといけませんね。最初は怖いけど、飛び込んでしまえば楽しいって言ってました。それにしても場所柄なのか、皆さんの着ている水着のせいか、なんて色鮮やかなんでしょう。これでもかなり派手な水着だと思っていましたけど、この中にいるとまるで目立ちませんね。ソフィアさんの言う通り、うんと派手でも大丈夫とはこのことだったんですね。お、はい。え？いや、一人というわけでは。友人と一緒に来ていて、何かご用事でしょうか。ですが、友人に何の断りもなくこの場を離れるのは。転校生さん、この方たちが一緒に遊ばないかとお誘いは。もし、言ってしまわれましたね。いいのでしょうか。ナンパ、さっきのあれはナンパだったんですか。まあ、どうしましょう。そうとは知らずにどうして誘ってくるのかと。ということは、転校生さんは助けに来てくれたんですね。ありがとうございます。さっそうといらしてくれて、まるで騎士のようでしたわ。ところで、ソフィアさんたちはどこへ。ああ、スライダーの方ですか。私はまだ挑戦する勇気がないので、まずはプールに。転校生さんも一緒に来てくださるんですか。あ、もしかしてまたお誘いで困らないように。いえ、とても心強いです。ありがとうございます。では早速参りましょう。あ、今のは波でしたね。すごい、こんなプールが。申し訳ないです。転校生さん、バランスを崩してしまって。すみません、私としたことがしがみつくなど。一度バランスを崩すと難しいですね。波のプールも。転校生さんはちゃんと波に揺られて楽しそうでした。え、浮き輪ですか。捕まると確かに楽です。うわ、今の波大きかったですね。とっても楽しいです。転校生さん、また来ますよ。これに慣れてきたらスライダーに一緒に参りましょう。はい、私頑張って挑戦してみます。